M7 戦車は第二次世界大戦においてアメリカ合衆国が開発した軽戦車である。1940年後半、アメリカ陸軍機構軍では生産中の M2K 戦車や開発が完了したばかりの M3K 戦車を将来的に代替する軽戦車が構想された。M2、M3 両戦車は満足できる性能を持つとされていたものの、 エンジンの形式と配置から来る問題、面構成の複雑な形状をしているために生産性が低いといった欠点が指摘されており、それらを是正した車両であるという点に開発の重点が定められた。1941年1月に T7、軽戦車としてロックアイランド交渉で開発が開始され、基本原型である T7 のモックアップが完成するとそれをもとに製造方法、 エンジンが異なる。T7E1 から T7E4 が設計され、T7E1 を除く E2 から E4 が試験された。結果、1941年12月に T7E2 の採用が決定された。当初は主砲には 37mm 砲が予定され、M3 中戦車のものに似た砲塔が搭載される予定であったが、北アフリカ戦線における戦訓から 37mm 砲では、 ドイツ軍戦車に対して全く威力不足であるとされたため、試作者の制作中に手法は 57mmT2 に変更されることになった。その後、57mm 砲であっても、ドイツ軍戦車に対しては威力不足であり、人地攻撃用の砲としても不十分と判断されたために、さらに M4 中戦車と同じ M375mm 戦車砲を、 搭載するため砲塔が再設計された。m 3軽戦車の装甲が全く不十分とされたため走行防御も見直されることになり、最終的には当初14トンだった重量は25トンにまで増加した。1942年8月に最終試作車が完成、軽戦車から抽選車へと分類が変更され M7、抽選車として正式化された。M7 は インターナショナルハーベスター社に対し3000両が発注され、1942年12月から生産が開始されたが、気候軍が M4 中戦車と比較して特に優れている点がなく、2種類の抽選者を並行して装備するのは生産、運用の現場を混乱させるだけであるとして配備に反対し、陸軍管理局も同様の見解を示したため、1943年2月に 発注が取り消され、すでに受注された30両のうち7両が、生産されたのみで生産は終了し、軍に引き渡された車両もいくつかのテストに用いられたのみに終わり、実戦部隊への配備はなされなかった。結果として、抽選車となってしまったものの、本社は基本的には、軽戦車であり、当初から抽選車として開発され、すでに量産が開始されていた。 M4 重戦車と比較すると走行が薄く、手法に対して車体が小型すぎて、車内レイアウトその他に余裕のない車両だった。軽戦車としては車重に比べ喧嘩装置をはじめとした、走行装置の性能とエンジンの出力が不足しており、機動力に欠けていた。機動力不足を補おうとフォード V8 エンジンを搭載する改良型 M7E1 の開発が行われ、 さらに走行装置を改善した改良型が計画されたが、生産発注の取り消しに従い開発は中止された。アメリカ陸軍では、本社の設計を踏まえて、主武装を 75mm 砲とし、機動性を第一都市走行防御力は、事前とするとした、新たな軽戦車の開発を行い、これが T24 として完成している。少数生産された M7 は、 戦後順次処分されたが、数量が減存し、一両がメリーランド州アバディーのアメリカ陸軍兵器博物館に展示されている。アメリカ陸軍兵器博物館の展示車両砲塔側面には、グローサーのラックが装着されている。M7 中戦車は中造製の砲塔と車体を持ち、砲塔、車体ともに良好な被大形式を持つ。全体の構成は、 当時並行して開発されていた T20 抽選車に類似している。乗員は、社長、砲手、装填手、操縦手、副操縦手の5名である。車体は全部に操縦席、中央部に戦闘室を廃止後部に、機関室という標準的なもので、車体上部は、鋳造による一体成形である。全部左側に操縦手席、変速器を挟んで右側に副操縦手席があり。 片開き式のハッチの天面に潜望鏡を備えるほか、前面には小型の開閉式バイザーブロックがある。車体前面右側には、車体基銃として M1919A47.62mm 機関銃のマウントを装備し、副装重手が重手を兼任する。戦闘室の四隅にはベンチレータがそれぞれ装備されている。車体前面下部中央部はボルトで止められて、 取り外せるようになっており、変速機の整備はこの部分を取り外して行う。鋳造の車体上面後部は、車体下部に大きく覆いかぶさるような形になっており、排気管はこの内側に配置されていた。エンジンは、R975C1 もしくは EC2 ガソリンエンジン、後に、コンチネンタル R975EC2C1 空冷保守型吸気筒ガソリンで、 搭載方法を工夫して、車体の前行を抑えている。燃料タンクの容量は522リットル。整地路面における最高速度は時速50キロメートル、最大航続距離は160キロメートルであった。天輪は片側4輪、2個1組のボギー式を2機備え、渦巻きスプリングを用いた VVSS 方式であった。前部に軌道輪、後部に 大型の設置式誘導輪を持ち、上部天輪3個を装備する。走行装置全体の構成は、M3、M5 系戦車と同一の構成だが、スプリングの配置や上部天輪の設置方法が若干異なる。砲塔は、M2、M3 戦車で指摘された高さがあり、目立つ割に内部容積が乏しく、狭苦しいという点を踏まえて、全高を抑えた平たいものになっており、 油圧旋回式で全周旋回にかかる時間は約15秒である。砲頭部の床は砲頭と共に回転する砲頭バスケット方式となっている。社長席は砲頭左側、装填主席は右側にあり、いずれも上面に両開き式のハッチがあるが、社長用展望等はない。砲手席は社長の前方、砲頭全部左側にある。社長には、 ハッチの前後に2機、砲手、装填手には1機の潜望鏡が装備されており、社長用の全部のものと砲手用のものは間接照準機兼用となっている。砲塔後方の張り出し部には無線機が搭載され、社長が操作した。砲塔後面には造具箱が装備されている。その他、砲塔側面には空薬莢排出口兼用の岩ポートを備え、 砲塔上面後部にはベンチレーターが装備されている。主砲は 75mm ガン M3 を M47 ガンマウントに搭載し、スタビライザーは備えられていない。副武装として、主砲同軸に M1919A57.62mm 機関銃を装備し、他に社長用ハッチの前後に M1919A4 機関銃用のマウントが設置されており、 前後いずれかに重火を用いて機関銃を装備できた。装甲圧は、砲塔が前面 51mm、棒立て 63mm、側、後面 38mm、上面 19mm、車体部が前面 38mm、側面 31.8mm、後面 25mm、上面 19mm、底面25から 13mm であった。 ありがとうございます。